皆さんこんにちは。スペースナビ希望ナビゲーターの宇佐美奈穂です。この番組では国際宇宙ステーションやその中にある希望日本実験棟を中心とした活動の様子をお届けします。国際宇宙ステーションが周回する地上 400km 上空の世界、窓から見えるそのすぐ外の世界ってどんなところか知ってますか？人類の中で船外活動した宇宙飛行士しか踏み入れたことがない世界。そこはパラダイスなのか、それとも驚異の異次元ワールド？今回の希望コンシェルジュ、テーマは船外環境って一体どんなとこ？まずは船外環境について詳しい人に話を聞いてみましょう。はじめまして、赤木さん。スペースナビ希望の宇佐美です。こんにちは、赤木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、希望の飛んでいる宇宙空間ってどんなところか教えてもらえますか？はい、希望日本実験棟が取り付けられている国際宇宙ステーションは、地上から高度約 400km の高さを地球一周90分で、飛行しています。一般的に地上からの高度 100km から先を宇宙と呼んでいまして、宇宙空間では空気が薄い、また重力が小さい、そして厳しい熱環境、これが挙げられます。また宇宙特有の放射線、これにより材料等が壊れてしまう、そういった環境になっています。へえ、じゃあ国際宇宙ステーションが飛んでる空間はすごい厳しい環境なんですか？そうですね、太陽が直接当たっている場所では、プラスの100度以上、太陽が当たっていない場所は、マイナス100度以下と、また放射線であったり空気がないといったものは、実際には目に見ることができない、環境ですので、なかなか、感覚としては捉えにくいかもしれませんけれども、とても過酷な環境になっています。実は希望日本実験棟にはそんな厳しい宇宙環境の中で24時間365日観測や実験ができるスペースがあるんです。それがここ、船外実験プラットフォーム。これ国際宇宙ステーションの中でも希望にしかないユニークな場所なんです。ここには12個の装置を取り付けることができ、宇宙環境の中で様々な観測や実験ができるようになっているんです。またこれらの装置は交換可能になっていて、絶えず新しい観測や実験を行うことができます。例えば X 線を使って遥か彼方の宇宙で起こった星の変化をキャッチしたり、地球のオゾン層の状態をくまなく観測し、地球の健康状態をチェックするなど、地上 400km 上空を周回している国際宇宙ステーションならではの特徴を生かし、長期にわたる観測や実験を実施、これまでに様々な成果を上げています。すごいですね。でもなんでそんな厳しい環境で実験してるんですか？はい、例えば宇宙観測などであれば、直接宇宙空間から観測することで、今まで地上から見えなかった、より深い宇宙の、謎を探ることが、できます。また逆に、宇宙空間の厳しい環境に先端材料、そういったものを晒すことで、新しい材料の開発と行っています。 JAXA では希望日本実験棟で観測や実験を行うための様々な装置を開発しています。そして日本の宇宙ステーション補給機コウノトリなどで宇宙に打ち上げられ、 SRBA 点火、リフトオフ。ちょっと待ってください。その装置を打ち上げる前には、厳しい宇宙空間の中できちんと動作をするか確認をしなくてはなりません。でも地上に宇宙はないし、それってどうするの？宇佐美さん。はい、JAXA 筑波宇宙センターには、ミニ宇宙空間を作り出すことのできる、特別な装置があります。へー、そんなところがあるんですか？はい、ぜひ見に行ってみてください。
この後ろにある建物の中にミニ宇宙空間があるそうです。楽しみですね。それでは早速行ってみましょう。ミニ宇宙空間を案内してくれるのは環境試験技術センターの森さん。専用の服に着替えて向かった先には、ついにミニ宇宙の世界。そうですね、ミニ宇宙に。ああ、大きいですね。あの奥に見えている黒い空間がミニ宇宙となるスペースチャンバーになります。ミニ宇宙、はい、ついに。ついに、はい。直径が13メートルで国内では最大のものになります。真空状態にするっていうことですよね。そうですね。たくさんのポンプを使ってこれだけ広い空間の中を宇宙空間に近いぐらいまで真空にすることができます。どのぐらいまで真空に。これだけ大きな空間を10のマイナス5乗パスカルという真空度まで真空にすることができます。10のマイナス5乗パスカ ル。ちょっと分かりにくいんですけれども、希望の船外機器を試験するためには十分な値になっています。うーん、中からも見てみますか。今日は入っても大丈夫ですか。はい、はい、中入っていきましょうか。はい、この中には驚きの秘密が。星空見上げて夢見てた宇宙飛行士。テストパイロット、あの頃鍛えた操縦技術、乗り換えろ華麗に飛行機から宇宙船へ。名前に入った亀の字に誓った毒は出せじゃない。中に入っても広いですよね。はい、あ、中に入った方が広く感じます。広く感じますか。はい、この大きな空間を真空にするんですけれども、まず一つ目の目的はそういった真空の場所に行っても実験装置などがちゃんと動作することができるというのを確認します。はい、あともう一つは、宇宙空間というのは太陽が当たっている面と当たっていない面で、太陽の当たっている面はすごく熱くなるんですけど、当たっていない面はすごく冷たくなってしまうんですね。そういった温度差が激しくついてしまうという過酷な環境を全て再現して宇宙空間に運んだ時と同じような環境を作り出すことができます。そうなんです。実はこの真空チャンバーは中の空間をただ真空にしているだけではなく、超高温から超低温までの温度差の激しい宇宙空間をリアルに再現できる仕掛けを備えているんです。その一つがこれ、壁面にひだがついていますよね。実はこのパイプの中にマイナス196度の液体窒素を流してチャンバー全体をマイナス170度以下にまで冷やすことができるんです。さらにちょっとあちらを見てみてください。大きなミラーが見えますよね。あ、本当だ。映ってますよね。映ってます。はい。あのミラー何かっていうと、太陽光に模擬した光をあそこに反射させて希望の船外装置など照らし出すことができるミラーなんですね。こちらが照射の様子。チャンバー内に入れた宇宙ステーション補給器に模擬太陽光を当てています。このように大型の宇宙船から希望に取り付けられる装置まで、きちんと高温に耐えられるか実証試験を行うのです。こっちの向きに照らされます。反対側見るとちょっと丸く黒色濃くなっているところ、はい、見えますか。わかります。あそこは向こうから照らし出されてちょっと色が焦げて変色しちゃってる部分なんですね。へー、
極低温にしたりとかすごく暖かくしたりするのっていうのはどうやって作り出してるんですか？はい、スペースシャンボがそれをどうやって作っているかの秘密はこのスペースシャンボの裏側にありますので、はい、次はそちら側を見に行ってみましょうか。この裏側ですか？そうですね。さてさて、ヘルメットを装着してチャンバーの裏側にやってきた2人。まず向かったのは、すごい大きいですね。そうですね、ここから見ると今まで見てきたスペースシャンボの全体像が見えますよね。はい、これがチャンバーの全体像。直径14メートルの円筒はただただ大迫力。ちなみにここはスペースナビ希望で初公開の場所です。すごい、また中にいた時と違ってやっぱり外も大きいからだいぶ違いますね。そうですね、やっぱ中からいた時は衛星が入る空間なんでクリーンルームになっていてすごく綺麗な場所だなっていうイメージ持たれたかと思うんですけど、うん、外側に来るとたくさんの配管があったり無骨な外壁があったりしてまたちょっと違ったイメージになりますよね。どちら側がお好きですか？私は外のが好きです。外のが好きなんですか？続いて2人がやってきたのは、これは何のパイプ配管ですか？はい、これちょうどオレンジのラインが巻かれてて LN2 って書いてあると思うんですけど、はい、この LN2 っていうのが液体窒素のことなんですね。そう、これは先ほどのチャンバーの壁に張り巡らされていた配管にマイナス196度の液体窒素を供給してチャンバー内を極低温にするためのもの。実はこの施設の外には巨大な液体窒素のタンクが設置してあり、そこからこの配管を伝ってチャンバーへ供給されているんです。ちなみに1日の試験で使う液体窒素の量はおよそ12トンにもなるそうです。大きいですね。続いてチャンバーの中で見た大きな反射用ミラーの裏側へ。直径10メートルのこの円筒の内側に先ほどのミラーが取り付けられています。なんでその反射させるような形にしているんですか？はい、太陽の光っていうのは宇宙空間ではすごく遠くから照らしてくるので平行の光になります。ただどうしてもその地上でランプを使ってその光を再現しようと思うとだんだん広がっていく拡散する光になってしまうので、ここにあるミラーに反射させることによってその光を平行の光に直して人工衛星に当てるような仕組みになっています。へー。そしてこのミラーに反射させる太陽光はなんと JAXA の地下深くからやってきているんです。おー、深いですね。階段を降りて向かったその先で見たものとは。大きいのがたくさんあるんですけど、これが、太陽光を再現するためのキセノンランプというランプなんですけれども、それを裏側から見たところになります。ちょっとここからだといわゆる電球のバルブは見えないんですけれども、これだけでもだいぶスケールは両手を広げても足りないぐらいの、そうですね、大きなランプですけど、はい、これ一つのランプではなくて、これはそうですね、一つのランプではなくて19個のランプが組み合わされています。ちなみに実際のランプがこちら。これ一つで30キロワット、家庭用100ワット電球の300個分のパワーがあります。それが19個あるので家庭用電球5700個分の明るさになるんです。このランプ非常にパワーが強いので風も流して冷却するし水も流して冷却しないとすぐに溶けてしまうんです。溶けちゃうんですね。でもなんで宇宙空間はそれほどまで暑くなったりはたまた寒くなったりするんでしょうか？なんでかっていうと最初も言ったように宇宙空間っていうのは真空ですよね。地球にいるときは空気の対流によってこの温度が高いところと低いところがマイルドな感じになるんですけど、空気がない宇宙空間では非常に過酷な温度差がつきます。あ、じゃあ今私たちが住んでいるところも大気がなければそうなんていうんですか、マイルドにはならないっていうことですよね。そうですね、例えば月って大気がないですよね。月の表面に行くと
昼はものすごく暑くなるんですけど、夜はものすごく寒くなります。それと同じようなことが地球でも、もし空気がなければ起こりますし、宇宙を飛んでる希望もそういうような環境に常にさらされていることになるんですね。でも大丈夫なようにここで実験をしているっていうことですよね。そうですね。希望日本実験棟のある宇宙空間は非常に過酷な環境といえます。でもそんな中できちんと動作し成果を出していくためには、地上での万全の準備が欠かせないのです。そして2015年、船外実験プラットフォームには新しい観測実験装置が仲間入り。さらに宇宙をたくさんの人に利用してもらうためのアイデアもどんどん活用されているんです。その一つが希望のエアロックとロボットアームを利用した超小型衛星の放出。低コストで確実に衛星を軌道に乗せることができます。このユニークなシステムに今国内外からの注目が集まっているんです。この他にもますますバージョンアップしていく希望、これからの希望日本実験棟にご期待ください。今回のスペースナビ希望いかがでしたでしょうか。以上宇佐美奈穂がお届けしました。